はい、くるちゃん、今日もですね、おすすめ、書籍紹介シリーズパート4ということでですね、ついに最後になってきました。もともとは、なぜこれをやろうかというと、ツイッターの方にですね、DM でおすすめ書籍を紹介してくださいというものが入ったのが、まあ、きっかけで、させていただいています。今日のものに関しては、興味のある方はやっぱり興味がある。ちょっと万人受けするものではなくて申し訳ないんですが、やっぱり僕自身がバスケットボールっていうのは、まあ、プレイヤー10年近く、それから、まあ、コーチを4年間やってきたっていうものもで、中でも特に現役時代から、まあ、憧れの存在というか、まあ、ちょっとしたその考え方の部分とかプレースタイルとかっていうのを真似しようと思って追いかけてきた選手が引退を記念して出した書籍を、紹介させていただきたいというふうに思います。ということで、番号ご存知の方いらっしゃいますかね、コービー・ブライアントのですね、マンバメンタリティというですね、本になっています。で、これはもう、去年発売されたばかりでして、そうですね、去年発売したその発売日にたまたまアマゾンで、これの予約を見つけたので、速攻で予約して当日届くようにということで、買った本です。これまで紹介してきた本っていうのはたまたまそのアマゾンで見てたりとか、あるいは本屋さんに行った時にパラパラっと立ち読みしてこれ面白そうだから買ってみようかなっていうふうにも偶然の、まあ、出会いだったっていうところがあるんですけど、これに関してはもう発売するその直前から見つけて、すぐにこれ欲しいということで、速攻で買った本です。はい、最初はですね、まあ、自伝的な黄色のですね、コービーの分厚いザ・マーンとなんか好きと嫌いがはっきりと分かれたコービーの本みたいなですね、コービーのお父さんの生い立ちからコービーの、まあ、現役時代の話までが全てこのっていうですね、まあ、結構分厚い本があったりするんですが、そういう感じの自伝で新しいものが出たのかなと思ったんですけど、こんな感じでですね、一枚一枚が写真プラスちょっとした本人のコメントが載っているっていうような、まあ、そんなものになります。じゃあただの写真集じゃんみたいな感じに思われるかもしれないんですけど、実はですね、ここに載ってる、例えばですけど、こういうですね、レブロン・ジェームスって今世界ナンバーワンプレイヤーって呼ばれているような選手だったりするんですが、そんな彼に対してはどう思ってたのかっていう、コービーが一緒に写っている写真の選手に対してどう思ってたのかとか、練習風景の1枚切り取った時に自分はどういうスタンスでこの練習に臨んだりしてたのかとか、どういう、まあ、メンタリティを持って臨んでたのかっていうようなですね、一つ一つのやっぱりプロ意識、アスリートとしての高い意識っていうのを学ぶことができる、そんな一冊になっています。ですから、このシリーズの第1弾でも紹介したようなモチベーション大百科っていう本がありますよね。そんな感じでモチベーション大百科っていうのはあくまでも心理学的、脳科学的に見た時に、一般的にはテンションモチベーションが上げやすい行動ですよとか、取り組みですよっていうような紹介をしたんですが、個別具体的にハマりやすいモチベーションを上げるものがあるといえばこういう本とかになってくるんではないかなというふうに思うんですね。まあ、何かっていうと、コービーの考え方がピタッとハマったらそれを自分の中に取り入れて、まるでコービーのような、プロ意識での運動とか勉強とか仕事っていう取り組み方をしていただいたら、やっぱり彼はもう間違いなく歴代でももう指折りのトップの方ですから、トップのアスリートですから、そういう意味では非常にこの本っていうのはモチベーションを高めていく上では大事になってくるんではないかなというふうに思います。あとはバスケット興味ある方は個別具体的にどの選手に対してどんなことを思ってたのかっていうのが、こう結構裏側とか見れたりして、あの選手が一番厄介だったんだとかですねっていうふうに、こう意外な発見があったりとかして、そういう意味でも個別具体的にこのコービー自身を楽しむっていう意味でもこの本は非常にいいんではないかなっていうふうに思ったりします。残念ながらですね、今年の1月の26日に、まあ、ヘリコプターの事故でですね、亡くなってしまって、まあ、ありがたいことにその直後ですね、その 2,3 週間後にスティープルセンターの方に新婚旅行でたまたま行くことができて、コービーのその追悼のですね、看板とかを見ることができたので、僕個人にとっては効果コービーのことをこう見に行くことができたんで良かったなというふうに思うんですが、なかなかもうですね、これ以上先のコービーというのを全世界の人たちはもう見ることないので、せめてこう収められた姿だけでもこういうところで見に行っていただけると非常にいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱり彼の残してくれたものって非常に大きかったりするんで、あとですね、マンバメンタリティってぜひ動画で調べてみてください。9分とか10分の動画で1本2本ですね、動画があったりとかして、彼がどんなモチベーションとかどんな考え方を持ってバスケットボールというものに取り組んでたのっていうのが、それからコービー・ブライアント伝説のスピーチっていうですね、動画もぜひ調べてみていただけると嬉しいなというふうに思います。彼が高校、なぜトップアスリートで居続けることができたのかっていうと、高校時代のとある恩師の
たくさん授業を受けてきた中でたった一つだけこう印象に残っている言葉があるんで、それはねって言って紹介している動画がある。これ1分50秒くらいですかねの動画があるので、とりあえずぜひご覧いただけたらなというふうに思います。あ、リンク載せときましょうか。ちょっとリンク調べて載せれるようでしたら載せておきますんで、概要欄かもしくは、コメント欄の方に載せておきますんで、興味ある方はそっちご覧いただけたらというふうに思います。これもですね、結構コービーが亡くなった直後に、売り切れたりしてて、今まだちょっと何冊か在庫があるっぽいんですが、切れたり入ったりとかってちょっと結構繰り返してる本になりますんで、一応概要欄にリンク載せれるようだったら載せておくんですが、興味ある方はですね早めに購入いただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。おすすめシリーズは、この第4弾をもって、完成ということにさせていただきますということなので、もしですねTwitter の方とかにこんな動画を上げてほしいとかっていうような、ご要望をいただけるようでしたら、それには極力お答えしていくような形を今後も取らせていただけたらなというふうに思ってますんで、遠慮なく、Twitter の方もしくはコメント欄でも結構ですので、こんな動画上げてくれると嬉しいですってことを一言さらっと書いてくれると、私もですね非常にモチベーション高くなって、そのコメントくれた方に一生懸命お答えしようというふうに頑張れる気持ちにもなりますんで、ぜひやっていただけるといいなというふうに思います。ということで、本日の動画も以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。